やっぱり冬が可愛いな。さあ皆さんこんにちは、のぞいそぽろ森ちゃんでございます。さあ本日は冬の動物たち特集で寒さに強い動物たちを紹介させていただきます。さあ冬の寒さにも負けずしっかりと冬毛になったかっこいい可愛い動物たち紹介させていただきます。さあ夏との違いもあるかと思いますので比べてみてください。それでは冬の動物たち見てください。どうぞ。ゆっちゃんは夏だね。なんとアヒルちゃんたちも若干冬は丸くなってるの、皆さんお気づきでしょうか。毛量増えております。冬毛でございます。冬はこういう風に顔を羽にうずめて暖を取っていることが多いなと感じますね。さあこんな真冬に川の中に入っているアヒルちゃんたち、すごく寒そうに見えますが、アヒルちゃんたちの足にはワンダーネットという静脈と動脈が絡み合っている血管があるので、胴体は暖かく、そして足元は冷たくなっているので、こんな寒い冬でも水の中に入ることができるんです。はい、お食事中のアライグマちゃんでございます。毛はかなりふわもこでございますね。もうあのめくって地肌が見えないような、そんな感じです。寒さはとっても強いです。冬でもほぼものすごい寒気じゃない限りは暖房はつけずでも元気ですね。ただ穴蔵で生活をしていたり、あとは民家の軒下とかに入って寒さを越すらしいです。なのでそういう潜れるようなところは作ってあります。おかっこいいね。ちょっと登れなかった。こっちだと登れるんじゃない。はい、じゃあ皆さん、エゾリスです。ピリカちゃん冬毛になりましたね。耳の毛が長くなって、そして一回りちょっとふっくらしたような、そんな気がします。可愛すぎる。お腹が真っ白なのがまた可愛いところなんですよね。これ何してるの。これない。その中に入れるの。物が隠すのが大好きとのことでエゾリスちゃん、こういう隙間にちょっと多めにもらったひまわりの種とかくるみとかをしまってしまうこともあります。もうエゾリスは北海道が誇る可愛い動物、ほんとその通り。夏着に変わるのは個体差があります。本当に暑くなってから変わる子もいますし、春先に変わる子もいるそうです。撮りたい撮りたいって。可愛い。ちなみにノンサファリの周りは結構森なんですけど、やっぱり自然に囲まれてるのでエゾリスだったり野鳥がたくさんいます。朝からエゾリスを見つけるとちょっとラッキーな気持ちになります。今日いくとありそうってなります。はい、キツネちゃんも冬になりました。夏のあの短い毛からこんなにもっさもさの毛になっちゃったんです。はい、キツネちゃんもこんなにもこもこの冬毛になってしまいました。夏とは打って変わっての毛の長さ、そして毛量なんです。やっぱり冬毛かわいいな。はい、見てください、尻尾もこんなにふわふわになっちゃったんです。もうもこふわ、もこもこふわふわですよ。はい、北極キツネのザラメちゃんでございます。夏と比べてこんなにも白くなりました。さあまだ顔の近くに黒い毛が残っていますが、この子はこのぐらいで一番真っ白です。個体差がやっぱりあるんですね。さあなんとこの子たちはマイナス70度にも耐えられるとも言われてます。この皮膚とそしてこの毛が全て保温効果バッチリなんですね。すごすぎます。そしてヤギちゃんたちも冬毛なんですよ。実はかなり毛の量が増えて、内側のふわふわ毛が増えているんですね。あったかい冬毛、みんな映りたい。ほら、いつも応援してくださってる皆さんだよ。挨拶してください。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱり夏毛と冬毛が違う動物たちってかっこいいですよね。本当に冬の寒さに負けないところは尊敬しちゃいます。さあ可愛かった方ぜひグッドボタン、そしてコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだしてない方ぜひしてくださいね。はい、それでは皆さんどうもありがとうございました。もいちゃんでした。またね。